養殖を始めたのは佐渡市の会社とナマコの増殖技術を持つ中国の会社で作る株式会社浦島三和です。ナマコは中華料理の高級食材として高値で取引されることから沿岸漁業の救世主とも言われています。佐渡市の養殖施設を借り受け、卵から孵化させた1500万匹を養殖していて、昨日は漁業関係者が見学に訪れました。期待できると思いますよ、はい、うん、しかも佐渡産のナマコの子供たちだから、ね、いろんな意味で条件が合うんじゃないかと思うんですけどね。産卵期にナマコは、取れるんで、どうしても取ってしまえば数も少なくなってくる。やはりこれを増殖させながら需要に応えるべき、まあ、供給していかないといけないと。ナマコは3ヶ月ほどで放流できる大きさに成長し、来年2月には30万匹が各漁協を通じて放流されます。